ことだね。あざまでしょ。っていうか、これは遍路道だって思う人がなかなかいないんじゃないかっていう。あ、ほんと。その方がね、みんな多分舗装道の方行っちゃう。そうです、ここは辺の道なんです。こういう感じなら絶対間違いない。そうですね。はい。その上ですね、上の形を見てください、上の形。そうなんです。それが昔からの道標です。そう。さっき一瞬あっち行きかけたでしょ。うん、え、あっち行ってもたどり着くのではないのかな。こっちです。いたぜ。いたよ。はい、そしてここにもあるんです。ここで左手側にほらこれ、そう、さっきの晩秋の方の矢印が。本当ですか。すごい、もう必死でした。アモさんちょっと道悪かったところあったけど、はい、ありました、ありました。でもね、そこはもう来年までやると、はい、綺麗になる。ああ、この峰寺から27キロ来たってことですよ。明日の朝の遠野浜から、あの遠野浜駅に昨日のね、はい、カラーがここまで27キロあったんです。そうかい。どんな表情。到着しました。嘘だ。本当。いやいや、俺のイメージは、うん、あのもっと違う感じなんです。大きくじゃないですか。はい、行きましょう、行きましょう。時間もないこと、時間もないことです。絶対ここからドッキリありません。もう帰りたくないっていうような感じの。お母さんの。ここは返したことない。これ、どうぞ。一瞬、飛び交う。あー。26番、金剛チャージ。この後の最初の札所を逆打ったら返してなくなる。寺といったと周りに飛び散っちゃったりしませんので、近未来祭、消える月、消え法、消えそう。三教、レシブ高人未来祭、消える教、消え法教、消えそう教。薬部領で、シャリシで、小北総、不祥、不滅、不苦、不情、不増、不減、税高愚中。
立てまつるこのところの26番高祖皇后大師様に唱えられ立てまつる。今このところにおいて真実正義六本の大祖懺悔し五の歪を念じ上げ立てに申さす。仰ぎ願くは本尊会へ幾度まなじよりやく一同の賛成を昇覧したか中身でないでは神様を歩みの不自由したか。今ここはお大師堂ですので仏様がいないですのでお大師様だけですので般若心経の後は光明神言を三面唱えた後はご法号南無大師返上金剛です。はい、で お疲れ様でございました。何でもかけたすのよくわかんない間に合わないかったね。スパートすごかったです、登り道。いやもうね、間に合わなかったら意味がないからね。頑張りましたよ。こんなに歩いたことないの。一粒万倍日に一粒万倍の力を出したんだなと思ってちょっと感動したんですよ私は。一粒万倍日に初めての参拝だってなんて縁起のいい人なんだろうと思いながら歩いてたので。初めてなのよね、うん、いや本当に。今日は何キロでしたっけ。今日が、宿からで言うと18キロで、ちょっと寄り道もしてるので、まあ、20キロですね。あ、いいでしょう。20キロ歩いたことないです、はい、昨日からで合わせて30キロ、うん、はあ、やるね。